皆さんこんにちは、産婦人科医の高橋れなです。いつもご視聴ありがとうございます。本日はですね、ピルの仕組みについて簡単にご説明をさせていただこうと思います。ピルというと避妊目的というイメージがある先生方ももしかしたらまだいらっしゃるかもしれませんが、実は最近は生理痛の改善だったり生理不順の改善などにもとっても役に立つお薬なんですね。実際に私も11年ほどピルを服用しているんですけれども、最近はピルを服用している方もかなり増えてますので、ぜひ簡単な知識だけでいいので知っていただければいいかなと思います。まずピルの成分なんですけれども、卵胞ホルモンであるエストロゲンと黄体ホルモンであるプロゲスチンというホルモン、2つの女性ホルモンからなっています。そのホルモンの働きによってピルは3つの部位に作用して妊娠を妨げたり生理痛の改善をしたりすることができます。まず1つ目は脳に作用して妊娠中に近い状態を作り出します。妊娠中というのは排卵をしませんので、ピルを内服中というのは排卵が抑えられます。そしてですね、私がまた描いたイラストなんですけれども、子宮内膜といって子宮の内側にある生理周期で分厚くなる内側の膜があるんですけれども、この内側の膜を薄っぺらくする作用があります。子宮内膜を薄くする作用がありますので着床を妨げる効果があります。また子宮頸管の粘液の正常を変化させて精子を入りづらくさせます。このような3つの作用によって避妊が成り立っているわけなんですけれども、避妊だけではなくてこの子宮内膜が薄くなるということによって生理痛の改善をすることもできるんですね。この子宮内膜というのが分厚い状態で剥がれ落ちると精の量が多くて、いわゆる肩月経という状態になったりするんですけれども、ピルを飲んで子宮内膜が薄くなれば剥がれ落ちる部分も少ないですよね。なので精の量を減らすことができます。そして精の量が減るということは子宮の出口、子宮頸管を通る精の量も減りますので、この経管を通る時がすごく痛かったりするんですね。なので精の量が減るということは痛みも減ります。そして子宮内膜からはプロスタグランジンという痛み物質が出ますので、子宮内膜が薄くなるということはこのプロスタグランジンの生成も抑えられるということなので生理痛が減るという作用もあります。実際にずっと排卵を抑えてて大丈夫なのというふうに思われる方も多いんですけれども、排卵はずっと抑えてて大丈夫なんです。実はですね、排卵っていうのはこの卵巣の壁を突き破って卵巣の壁に小さいダメージを起こして排卵をするんですけれども、それが積み重なることによって上皮性の卵巣がんのリスクも高まるというふうに言われています。なのでなるべく排卵を抑えてあげた方が将来の卵巣がんのリスクも減ってきます。なのでピルのメリットの一つとして卵巣がんのリスク低下というのがあります。そして結構患者さんで勘違いされている方が多いのが、ずっと排卵を止めてるといざ妊娠したい、妊活したい、排卵したいという時にうまく排卵できなくなっちゃうんじゃないかという方もいらっしゃいますけれども、そういうことは一切ありません。長年ピルを飲んでいると妊娠しなくなってしまうんじゃないかっていうふうに思っている方もいらっしゃるんですけど、そういうことはありませんので、その辺は医師の皆様もぜひ正しく学んでいただきたいなというふうに思います。実際にピルを長期的に飲んでいる方というのは全くピルを飲んでない方に比べて妊娠しやすさがアップするという文献もありますので、慎重投与とか禁忌の方以外であればピルを飲むメリットは大いにあるかなというふうに思います。本日は簡単にピルの仕組みについてお話をさせていただきました。排卵を止める、子宮内膜を薄くする、子宮頸管の正常を変化させるというのがピルの働きになります。それによって避妊の効果があったり月経困難症、生理痛や肩月経などの改善にもつながります。産婦人科以外の先生方のところにも生理痛で運ばれている女性の方とかいらっしゃると思うんですけれども、そのような方たちにもぜひピルという選択肢があるというのをお伝えいただければいいかなと思います。本日はこの辺で終わりにします。最後までご覧いただきありがとうございました。